海の闇、月の影は、篠原知恵の漫画作品、および、それを原作とした、OVA 作品。週刊少女コミックで連載されていた。コミックスは、全18巻、イメージアルバム、イラスト集も発売された。仲の良い双子の姉妹、小早川ルカと流水は、陸上部の先輩である、大麻勝幸に同時に恋をしたが、勝幸が選んだのはルカだった。 双子といえど違う人間である二人はいつかは別々の道を歩まなくてはいけない。これが最初の一歩だと二人は感じた。送別会としてハイキングに出かけた女子陸上部の面々は雨宿りで入った古墳の中で壁が崩れた途端に異臭を感じて倒れる。皆が息絶えていく中で双子だけが生き残った。古墳の中には現在では考えられないような 感染したものに超能力を与えるウイルスが蔓延していた。他の部員はそのウイルスが原因で死亡したが、双子はウイルスに適応できたために生き残れたのだった。体質は全く同じとはいえ、感染時の双子の心境には天と地の差があり、失恋による激しい悲しみとるかへのかすかな嫉妬を感じていた流水は、ウイルスにより、負の感情を増幅させられて残忍な性格に、 なってしまい、超能力を使って、勝つきを我がものとするためルカを殺害しようとするようになり、さらに自身の血によって、他人をウイルスに二次感染させることで他者を自由自在に操る力を身につけ、ルカに罠を仕掛ける。ルカはそれに対する免疫抗体を体内に持つようになったと判明し、ルカは勝つきと共に流水と対抗する決意をする。か行きの父からの連絡によって、 イギリスより来日したジーン・アルバート・ジョンソンは、天才的な頭脳でウイルスを分析、自ら感染、改造し、新たな能力を作って様々な人間を実験台にした。そして彼は一つの薬を作る。それは、ルカの血を混ぜれば、流水に操られているものを正気に戻せ、流水の血を混ぜれば、すでにルカの抗体を受けたものをも感染させられるという、ものだった。 その薬の処方箋は5枚に分けられ、寺院の作った新たな能力を持つ者たちに受け継がれた。人々の正気を取り戻そうとするルカとト、勝幸、勝カが服従せざるを得ない権力を手に入れようと、もくろむ流水は争いながら、時には協力しながら新たな能力者たちと出会い、それぞれの愛憎が絡んでいく。寺院が死亡する間際、 開発した薬の処方箋を5枚に破き、それぞれ5話の伝書鳩によって、寺院が行き先を指定していた5人の人物のもとへ届けられた。裏では寺院は、生前、流水トルカのウイルスを変化させ新しい能力を作る研究をしていた。処方箋が届けられた先の人物には、実験的にこの変化させたウイルスを投与されている。処方箋を持つ人物たちは、流水。 ルカと同じく宙に浮く物体をすり抜けるなどの能力を持ち、さらには人員がウイルスを変化させ作り出した独自の能力をそれぞれの人物が持っている。ただし人員と同じように感染作用、抗体は持たず能力が月齢に影響されることもない。1989年10月14日に発売された全三巻 ジーンウェイ・ジョンソンが登場する前までのエピソードで構成されている。ありがとうございます。